フランク・ショーターはアメリカの陸上競技男子マラソン選手。1972年ミュンヘンオリンピックのマラソン競技でアメリカに64年ぶりの金メダルをもたらした。フランク・ショーター従軍していた父がドイツに滞在していたためミュンヘンで生まれる。帰国後はニューヨーク州で育つ。マサチューセッツ州のハイスクールからイエール大学に進学。家庭は10人兄弟で、 君学生だった。イエール大学在学中の1968年にメキシコシティオリンピックのマラソン競技アメリカ予選に出場したが途中危険に終わっている。その後はトラックを主体とし、1969年の全米大学体育協会協議会の1万メートルに優勝。イエール大学卒業後、フロリダ大学の法科大学院に進み、法律を専攻した。 ショーターがフロリダを選んだのは、フロリダトラッククラブに、メキシコゴリン5000メートル代表のジャック・バチェラーら、優秀な長距離選手が在籍しており、そこでトレーニングをする目的もあった。1970年には5000メートルと1000メートルで、全米チャンピオンとなり、その後も1977年までの間に4度、1万メートルのチャンピオンとなっている。 1971年から本格的にマラソンに取り組み、同年6月の全米選手権で2位、8月のパンアメリカン選手権で優勝したものの、記録的には平凡で、マラソン選手としては無名な存在だった。しかし、同年12月の国際マラソンでは、前年優勝のウサミ・アキラ・アキラを抑えて2時間12分50秒4の高記録で優勝し、トップランナーの仲間入りを果たす。 以後、翌年のミュンヘンオリンピックをはじめとして、主要マラソンで優勝を重ねた。ミュンヘンモントリオールの2度の五輪予選はいずれも2位で、無敗ではなかったものの、1970年代最強のマラソンランナーであったと言える。ミュンヘンオリンピックでは、1万メートルでも5位入賞を果たしており、こうした経歴からマラソンにスピードを持ち込んだ選手と表現される。しかし、 アベベビキラ以来のオリンピックでのマラソンに連覇確実と言われた1976年、モントリオールオリンピックで当時東ドイツの副兵、ワルデマール・チェルピンスキーに敗れて銀メダルに終わった。また、現役時代にサブテンは達成できず、自己ベストをマークした1972年の国際マラソンでは、後半腹痛に見舞われてペースダウンし、 これがなければ9分台は出せたと悔しがった。現役時代は当初口ひげを蓄え、ランナーには珍しかった長髪など、独特のスタイルで異彩を放った。ただし、髭は1973年に剃り落としている。引退後には、現役当時の経験も盛り込んだマラソンの指導書を表している。1977年にスポーツウェア会社のフランクショーターランニングギア社を設立した。 1973年の毎日マラソンに出場した。ショーターはレース中、10キロ地点で給水をした直後に、腹板に襲われ、沿道の観客の持っていた小旗を数本引きちぎり、人気のない場所を探しながら走り続けて16キロ地付近でコースを揃れて、消防署の裏の草むらで用を足した。その後、20秒でコースに復帰して、レースを継続した。 用を足している時に二人に抜かれたが、このようなアクシデントがあったにもかかわらず、ショーターは先行したランナーをすべて抜き去り独走で優勝した。しかも、この記録は1985年に安倍文明が更新するまで12年間大会記録であった。また、上日の1971年のパンアメリカン選手権での優勝もレース中に用を足しながらのものであったという。 本人は毎日マラソンの出来事で、消防署がなかったら、あと2キロ走っていい場所がなかったら皆の前でも、やっていたでしょうと言い、レースに勝つために克服しなければならない障害は、いろいろあるが、これはその一つに過ぎません。うんこすることさえ、競技の一部なんですと語っている。上記の通りミュンヘンで生まれており、生誕の地で開かれたオリンピックで、金メダルに輝いた。 マラソンのスペシャルドリンクとして炭酸抜きのコーラを使用したことがあった。現在これを行うとコーラに含まれるカフェインがドーピング規定に引っかかる可能性がある。ありがとうございます。